国体推進課の松村です。現在とこわかダンスコンテストの出場チームを募集しています。三重とこわか国体、三重とこわか大会がいよいよ9月25日に開幕します。三重とこわか国体東実行委員会では開催100日前を記念して6月26日土曜日に東文化会館で東とこわかダンスコンテストを開催します。三重とこわか国体、三重とこわか大会のイメージソング未来に響けに合わせ、ぜひチームで息の合ったとこわかダンスを披露してみませんか。コンテストに応募できるのはメンバー全員が市内在住、在勤、在学、在園で5人以上、最大20人程度のチームです。コンテストには小学生以下のキッズの部と中学生以上の部の2つの部門があります。コンテストではとこわかダンススタンダードバージョンの振り付けで踊ってください。ただしキッズの部はイージーバージョンでも構いません。指定の振り付けであれば空間や体型移動などは自由にアレンジすることができます。また曲のラスト50秒はみんなで盛り上がろうという気持ちや絆や団結をテーマにチームの個性を生かしたオリジナルの振り付けで盛り上げてください。各部門の優勝チームには賞状、賞金、記念品を、準優勝と特別賞のチームには賞状と賞金を贈ります。また参加者全員に参加賞をお渡しします。イメージソング未来に響けととこわかダンスの振り付けは三重とこわか国体、三重とこわか大会公式ホームページに掲載していますのでご覧ください。コンテストへの応募方法は市実行委員会ホームページから参加申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、市実行委員会事務局まで持参、郵送、ファックス、またはメールに添付して提出してください。なお、18歳未満の人が参加する場合は保護者の同意が必要です。応募締め切りは4月30日金曜日です。詳細は市実行委員会ホームページをご覧いただくか、国体推進課までお問い合わせください。コンテストの応募と問い合わせは三重とこわか国体東実行委員会事務局国体推進課、郵便番号518-1313 伊賀市馬場1128番地の1、電話 43-9100、 ファックス 43-9102、 メールアドレス国体@city.iga.lg.jp までお寄せください。みんなでとこわかダンスを踊って三重とこわか国体を盛り上げていきましょう。以上、国体推進課からのお知らせでした。